売れない EC サイトって買う理由が全くないんですよね、うんうん、結局集約されるのが人と物とことで、このバランスを、どういう風に最適化していくか。人で売っていくのに自己紹介せずに商売してもおかしいじゃないですか、はい、まあ、知識とか経験があると信頼を簡単に手に入れられるから、やっぱエッジが効いてて、あの情報としては面白いもの、目新しいものっていうのはやっぱりこうバズりやすいというか、うん、本当に月賞100万円っていうのは、まあ、なかなか難しい数字ではありますけど、この本通りやってくれたら普通に100万円いくと思いますし、これマジでめっちゃいい本だなと思ってます、うんうん、皆さんこんにちは、フォーユーザーズ SEO コンサルタントの井端です、本日はコラボということで三浦拓也さんに来ていただきました。三浦拓也さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私のチャンネルは、まあ、普段はブログのライティングだったりブログメディアだったり、まあ、SEO でどう集客していくかっていうことがテーマで、まあ、三浦さん今回本出されたってことなんですけれども、私この本買って読みました。めちゃくちゃブログメディア運営にも通ずるものあるなっていうところで、これからどんどん喋っていくんですけども、まずですね、まさかいないと思うんですけど、私のチャンネルにも三浦さん知らないって方がいると思う。少し一人くらいいるかもしれないので、まあ、ちょっと自己紹介お願いします。ありがとうございます。三浦拓也商店という健康食品のお店を運営させていただいている三浦と申します。一応活動としては、ヘルスケア その健康食品販売している三浦拓也商店と、あと三浦拓也商店を運営している中で、まあ、うまくいった施策とかを、EC 事業者に提供するっていうことで、まあ、オンラインサロンやらせてもらったりとか、あとは EC 化提供士っていうコンサルティングサービスをやらせていただいたりとか、まあ、一人 EC っていうカテゴリーの中でいろいろ活動させていただいているような人間なので、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。三浦さん、これバッチリ読ませてもらいますよ。 ありがとうございます。あのね、いや、すごい通ずるものあるなと思って、うん、ちょっと質問項目をちょっと用意させてもらったんですけれども、はい、この月賞100万円を達成する最強の EC 運営術なんですけれども、まさしくブログに通ずることがいっぱいあったんですよ。で、僕ちょっとトピックスをメモってきたので、ちょっとそれを見ながらちょっとやりたいなと思ってるんですけれども、やっぱ三浦さんの著書、まあこれ前回のね、一人 EC も僕読んだ時もすごい感じたことなんですけれども、今回、まあ人を前面に出していく。この著書では、物、人、ことが解説されてるんですよ。うん、で、まあことについても書かれてるんですけど、僕が感銘を受けたのはやっぱ人の部分ですね。人を前面に出していくってところなんですけれども、ちょっとこの辺、語っていただければなと思っております。あ、わかりました。この人、物、ことについてでよろしいですか？はい。あ、わかりました。僕が EC サイトを運営している中で、最近すごい感じていることがあって、EC サイトの中でも売れる EC サイトと売れない EC サイトって何かなっていうのを考えたんですよ。ってなった時に、売れない EC サイトって買う理由が全くないんですよね。売れる EC サイトっていうのはお客様が買う理由があるんですよ。っていうのに気づいた時に、 EC サイトで売れるようになるためには買う理由っていうものが必要だな。だから事業者が能動的に理由付けをしなきゃいけないみたいな。じゃあその買う理由って何なのかなっていうのを考えた時に、結局集約されるのが人と物とことで、このバランスを、どういうふうに最適化していくかっていうことを企業としてはやっていかなきゃいけないっていうことを考えた時に、三浦拓也商店で一番フォーカスしたいなと思ったのが、資産にもなるので人にフォーカスしたいということで、とにかくお店として、愛されるにはどうすればいいかみたいなところをすごい考えてやらせていただいてるっていうところなんですけど、これって人に僕はフォーカスしてるんですけど、物事にフォーカスしても全然いいと思っていて、まあ、それは事業主さんの判断になるんですけど、まあ、ネットショップが売れるっていうのはそういうことが掛け算になっているのかなと最近すごい思うので、まあ、書籍の中ではそういう話をさせていただいたということですね。特にですね、まあ、僕は人、物、ことについて解説されてはいるんですけれども、やっぱり人ですね。三浦さんがすごいなと思ったのは、例えばインスタとか LINE とかフォローしてくれた方に、フォローありがとうございますって言うんだけど、どうしてフォローしていただけたんですかって言った、うん、ことを言ったり、あるいはやっぱユーザーの解像度とか高めたいですか、ユーザーがどんなものを欲してるのか、そういったことを、まあ、インスタの機能を使って、まあ、アンケート取ってみたりとか、とことんユーザーの理解を深めていくっていう姿勢にすごい感銘を受けたんですよ、うん、やっぱりそこら辺すごいなと僕思ったんですよね。そのやっぱ一対一で対応していくっていったところ、うんうん、そうですね。それで言うと、これは営業マン時代の経験が生きてると思うんですけど、どっちかっていうと営業っていろんなスタイルあるじゃないですか。一社からすごいお金をいただくスタイルもあれば、そこそこの数字を何社か持つ、
で僕がやってたのってちっちゃい単価をいかに集められるかみたいなところだったので、うんうん、なんか傾向をつかむだったりとかそういう数こなすっていうのが僕の中で一番得意分野だなっていうのを考えた時になんか DM 使ったらそれできるよなって思ってバンバン DM 送ってお客さんの理解してじゃあ解像度が上がってきたからじゃあこの人にはこうするこの人にはこうするみたいな、まあ、リストマーケティングみたいな考え方なんですけどそういう考え方で人はやってますね。いやなかなかね視聴者さんもねフォローしてくれた人にどうしてフォローしてくれたんですかとか、うん、1対1で連絡するのって怖いですよね。で前ね三浦さんに聞いたことあるんですよ。どう怖くないですかって。いや僕もともと営業出身なんですよ。あ確かになって言ったんですけど、まあ、そこが問題じゃなくてでもやっぱり今の時代って物がどこで買ったって、まあ、物の差別化って難しくなってきたじゃないですか、うんうん、そこでやっぱ僕この本で感銘を受けたのは人で差別化していく。皆さんも行きつけの店とかあると思うんですよ、うん、そこってまあ美味しかったり物が良かったりもすると思うんですけど店長が好きとか、うん、スタッフが好きってこともありますよね、うん、EC ってまあリアルで合わないんだけれども、うん、だけどそこで自分を前面に出していくっていったところ三浦さんのね EC とか見るともう三浦さんが前面に出ててそしてもう三浦さんのお客さんっていうのはもう三浦さんのことを好きだっていう方が多いと思うので、うん、やっぱこういうのって今の時代のEC の売り方だなって僕すごい思いますね。ありがとうございます。なんかあれですよね、僕自体がその営業マンでもあったんですけどずっとウェブ業界だったんですよ。まあいろんな経験がある中で人にフォーカスしたら多分裏切られることが確率が多分減るなと思って。あで、まあ、過去で言うとその広告も真似されるし、商品も結局真似されるしで真似されるとやっぱ売り上げの影響ってすごいあるんですよね。だった時に人って絶対ブレないなっていうのがやっぱ経験としてあって、まあ、長く商売ってずっとやってもう70ぐらいまで働くんじゃないですか、はいはい、ってなった時にお客さんをちゃんと資産にして なってもらえるように頑張るっていうのは人にフォーカスするのが一番効率いいなと思ったんで、まあ、そこをやってるっていうのと、まあ、あとなんかその手法論とかにこうケンケンガクガク喋ってるのがもう疲れちゃったみたいな。結局1対1の会話を成り立たせてそれを母数を広げていけば売り上げって上がってくるじゃないですか、うんでそれをなんかこうマーケティングとかってなっちゃうと今マーケティングってもう難しくなってるじゃないですか、はい、で猛者もいっぱいいる中でその中でマーケティングで勝つのがもう無理だろうなちょっと逆に諦めて人に振ってるっていうのがありますね。ああなるほどなるほど。いやいや三浦さんね今ね謙遜なさって言ってると思うんですけどこの本見たらねもうとことんここまでね分析してやってるって方なかなかいないと思うんですよね。ありがとうございます。じゃあちょっと次のトピックスいきますね。ありがとうございます。はい、次のトピックスなんですけれどもやっぱりネットショップは信頼獲得を念頭に置いてっていうところがあったと思うんですよ、はい、そこでじゃあまあどうやって信頼獲得していくかっていうところなんですけども、うん、三浦さんこの本にはこんなこと書いてあったんですよ。知識や経験が豊富であれば信頼が生まれる。俺ねこれね三浦さんちょっとね悔しいんですよ。俺ねその言葉俺が先に言うべきだったんですよ。いや僕ね実はね三浦さんが本書く前に俺の方が多分先に思ったんですけど言語化できてなかったんですよ。でやっべ俺の方が先にそれを思ってたのに三浦さんが先に本書いたからまあもうしょうがないなと思ってたんですけどいやほんとね僕の話になっちゃいますけど、うん、今 SEO とかって言ってもなんていうんですかね要するに知識も経験もないのに SEO のテクニックとかやれキーワードとかにフォーカスして SEO 上げることばっかりになってるんですけども、うん、今 SEO のブログも信頼性がないとやっぱりなかなか順位上がらないっていう話になってるんですよ、うん、じゃあその信頼性生むのはって言って誤解が回っててブログの場合はですね何が信頼性かっていうとプロフィールを上に書くことバカ野郎って感じでまず内容ありきじゃないですか。特にブログメディアだったらまずその書いてあるコンテンツが、まあ、どれだけ知識と経験に裏付けられたものなのか、うん、それが僕ブログの信頼性だと思ってるんですよね、うん、でまさしくそこを EC の運営にも当たりするかなと思ったのでちょっとそこの、まあ、書かれたことなんですけどもこの知識や経験が信頼性を生み出すネットショップは信頼関係を作っているものだったところちょっと解説したいと思います。ありがとうございます。いや普通に人もなんかそもそも EC とかネットショップとか言ってますけど結局物が買われることの本質って店頭と変わらないと思うんですよね。結局お客さんが商品見て情報伝達されていいなと思ったから購入決断してくれるわけじゃないですか。でお金払ってもらえるっていう話になった時にインターネットとかね EC とかって関係ないなってなった時にじゃあどういう風にしたらお客さんが商品買ってくれるかなって思ったらもう信頼しかないなって思ったんですね。でまあ、僕も経験上、まあ、これを言ったらあれかもしれないですけどウェブ界隈のサービスってなんかちょっとなんかいびつだなと思うサービスっていっぱいあるじゃないですか。ありますあります。例えば SEO 会社なのにめっちゃ電話してくるじゃんみたいな会社とかもあったり、はい、SEO で集客しろよ、ま、そうとかいやできてないじゃんみたいなそういう会社多いじゃないですか。
で、いうのでいびつ、それってなんかその信頼がされてないけどなんとかパワープレート取るみたいなっていうのってもういつか疲弊しちゃうし、マーケットも焼き肌になっちゃうじゃないですか。なのでそれだと長く続かないよねってなって、信頼を獲得しなきゃいけないってなった時に、例えば岩さんみたいに詳しい人だけど、詳しくないけど営業してる人っていう差ってあるじゃないですか。僕今年で40なんですけど、40ぐらいになってくるとある程度喋ったら分かるじゃないですか。この人知識あるなって、でこの人若手の営業マンだなみたいな。でみんな多分若手の営業マンからって話聞きたくないと思うんですよ別に。ただ詳しい人から聞くよって世の中になっていると思いますし、だからそのこの知識をつけて僕も頑張ってるようにしてるんですけど、やっぱ喋ってると僕オタクですねとか、もうダイエットのこともすごい詳しいですねって言われるんですよ。でこれって正直言ってお医者さんとか管理栄養士も全然超えられるなっていうのが体験としてあったんで、そこを目指してやってるって感じですよ。だからそこの自分が喋ってて、この人詳しいなって思われるのって知識ないと無理じゃないですか。なんか上っ面だけ喋ってても、もう信頼できないされないみたいな時代に絶対なってると思うんで、そういうところでまあ、知識とか経験があると信頼を簡単に手に入れられるから。あ、多分ね、見てる人知らない方いると思うんですけど、三浦さんは別にネットショップをショピファイで作ってるだけの人じゃないんですよ。メルマガとかもちろん LINE のコンテンツですとか、まあ、インスタグラムとかって情報発信、まあ、もちろん既存顧客新顧客に向かって、まあ、広告もそうなんですけれども、その情報を発信してるので、まあ、そういったコンテンツを作るって時にその自己の知識とか体験をもとに情報発信していく。だから、あ、まあ、この人が信頼できるなっていったことになってるんですよ。でもね、皆さん不思議なんですよ、これだけね、信頼の獲得の仕方を言語化してるのに SEO をやってないっぽいんですよね。いやでもね、この本と僕前の本も読んで分かったんですけど、やっぱ SEO 難しいですかね。なんか難しい印象があって、でも今日逆に聞きたかったんですけど、 SEO はどうしたらいいか分かんないんですよね。なんかこう SNS ってすぐ成果出るじゃないですか、はいはい、例えばいいねとか、はい、アナリティクス見たら、あ、こういう伸び方してるんだなって分かるんですけど、SEO ってまず何からやればいいか全く分かんないみたいな。あ、でなんとなく昔 の、 そのタグがこうやって構成した方がいいみたいなのはちょっとかじったんで分かるんですけど、なんかそうでもないらしい最近みたいな感じなんで、あ、今も本読む限りですけれども、今SEO で集客はされてないっていう、実質集客はしてないですけど、はい、ブログをたくさん書いてるんで、そこからまあアクセス来てるっていうのは全然あります。あ、なるほどなるほど。まあね、今日この後飲みに行くんですけどね、はい、三浦さんにはね、ぜひちょっとブログとかの、いや、マジで教えてほしい、熱く語りたいなとかって思ってるんですけど、まあでもね、三浦さんが最初このツイッターの DM で送ってきたんですけど、なんか SEO はもうめちゃくちゃ、まあ、無理ゲーに近くないかみたいなこと言ってて、否定はできないなっていうのも確かにめちゃくちゃ大変だなとかっていうところはまあありますけれどもね。あ、じゃあちょっと話戻しましょうか。はい。三浦さんの、まあ、この著書に書いてあって、すごい面白いなと思ったのは、うん、これブログメディアを運営するあなたも私もやるべきだと思ったんですけども、自分のことを知ってもらうページを作り込む、うんうん、っていったところで、確かに今 SEO の世界でも、うん、お前は何者だっていうのがすごい重要視されてきてるんですよ、うんうん、要するに今チャット GPT だとか SEO ツールだって言って、うん、みんな、まあ、なんか似たようなことになってきてる時に、うん、誰が何を言うかっていうの、特に誰がっていったところがすごい重要視されてきてるので、はい、やっぱりですね、ちょっとそこら辺も EC において、まあ、自分のページを書くべきだっていったところが書かれてたんで、ちょっとその辺も語っていただければなと思うんですけども。そうですね、まあ、それこそさっきの話じゃないですけど、人で売っていくのに自己紹介せずに商売しておかしいじゃないですか、はいはいはい、だから単純に自分のことを知ってほしい、で単純にその自分のことを知ってほしいって、1枚ブログじゃあ500文字書きました、1000文字書きましたで伝わるわけがないですよね。なんかそれこそコミュニケーションの取り方として、もっとガツガツやらないと相手って自分のこと知ってくれないよっていうのが根本的にあるんで、それこそ自分の紹介のことをちゃんとしっかり書いてみたりとか、実はちょっと年末年始はこういう予定で書いてます、だから僕年末年始の予定とかに実家帰りますか普通に書いてるんですよ、はいはい、で実家は名古屋にありますみたいなとかしててだからもう全部自分のことを知ってほしいみたいな。だから僕一番理想としてるのが、自分の情報発信はどうやらすごい役に立つみたいな話らしいので、なんかその自分の存在っていうのをオンラインにも全部連れていきたいですよ。だから今動画も頑張ろうみたいな感じなんですけど、もうそれぐらいやらないと人としてこうエンゲージメントを高めていくっていうのがもうできないなっていう感覚があるんで、もう自己紹介はとりあえず書籍に書かせてもらったのは基礎的にやった方がいいよって思ったんですけど、その裏テーマとして伝えたいこととしては、もう前のめりに自分のこと知ってくださいって思いながらやらないと、まあ、あんまり刺さないよみたいな
いや、あのね、その前のめりってすごい重要だなと思ってて、あの僕もちょっと自分のメンターみたいな先輩とかがいるんですけど、はい、よく注意されるのが、お前は何気恥ずかしがってんだと。ツイッターでも人に、ツイッターで人で絡むのもいいですし、悪く思わないでくださいよ。まあ、こういろいろツイッターでも、まあ、ブログでも何でもいいんですけど、こう自分のことをいい意味でも悪い意味でも出してくる、ちょっと気恥ず、慣れてないと気恥ずかしさとかってあると思うんですよ。だけど、そんなね、有名人でもない限り、お前のことなんか誰も見てない。例えば出版をするじゃないですか、時に、あ、いや、僕もね、まあ、最近出版あったんですけど、あの、ちょっといろいろコメント欄いっぱい返ってきたから、気持ちよくなりすぎて、なんかコメント返信しすぎたら、返ってこなくなった人もいたら、いや、長文すぎたなとか、まあ、あるんですけれども、はいはいはい、やっぱりこう、ね、あの、まあ、今自分のページを作るっていう話からだいぶ派生しちゃったんですけれども、まあ、あの、SNS でもいいです、ブログでもいいですって言った時に、まあ、自分のことを前面に出していくって、気恥ずかしさとかあると思うんですけれども、なんか、あの、僕に対してでも、なんかアドバイスとかってありますかね、なんか。その気恥ずかしさをクリアに例えば今日京都にいますってさっきツイッターでやったんですけども、はい、なんか三浦さんをメンションタグ、はい、タグ付 け, タグ付け、はい、できなかったですよね。あ、なるほど。なんか迷惑じゃないのかなとか、あ、まあまあなんか、はいはい、なんか、まあ、その三浦さんじゃなかったとしてもなんかこう、うんうんうん、はい、あ、でもそれで言うと、あの、人を巻き込む時はある程度の距離感があるから、それはそれで全然僕は、まあ、タグ付けいただいても全然大丈夫だったんですけど、なんか変にタグ付けされると嫌な場合も確かにあるんで、それはまあおっしゃる通りそれでいいと思うんですけど、まあ、でも個人的に思うのは、気恥ずかしさは慣れですかね。慣れと、あと、その視聴者さんというかフォロワーさんだけの方向を見てたら別に恥ずかしくなくなるみたいな、はいはいはい、っていうのと、なんだろうな、その、そもそもガツガツした方が得するじゃないですか、はいはいはい、結局弱肉強食じゃないけど、はい、なんか手上げたもん勝ちじゃないですか、やっぱりまだまだ、っていうところがあるから、その前提で動くとやっぱりガツガツしてて気恥ずかしいとか言ってらんないみたいな、うんうんうん、でも気恥ずかしいんですよ。でもそれはどうやって解決するかっていうと、本当慣れですね、うんうん、って僕は思ってます。なんかもったいないなってすごい思っちゃうんですよね。なんか私なんかってネットショップ事業者さんもおっしゃるんですけど、いやいや、その情報を求めてる人めっちゃいるよみたいな。そうなんですよ。この前、あの、徳田さんともコラボするんですけど、徳田さんにも、イバス何気恥ずかしがってるんですかって怒られてばっかりだと思いますよ。怒られてばっかりでって言ったところがあるんですけどね。僕、徳田さんにあれですよ、酔っ払って、徳田さんって硬いですよねって言っちゃった。硬く見えない。あ、でも、あ、まあ、ちょっと硬いところありますよね。まあ、徳田さんこれ見てるかな。見て送りつけます、ね。あ、送りつけますか。じゃあ、続ける質問いきましょうか。はい。もう繰り返すんですけども、はい、僕のチャンネルっていうのはもう、あの、本当、SEO 気にしてる方ばっかりなんですよ、うん、で、今 SEO 気にしてる人の、まあ、一番何気にしてるかっていうと、権威性とか信頼性とか、うん、まあ、そういったところで、まあ、さっきプロフィールを載っける載っけないって話もしたんですけれども、はい、この著書によると SEO を目的としてないのに、あの、例えばメディアがあったら、ちょっと自分ただで記事書くんで、書かせてくださいですとか、うん、あるいはプレスリリースでちょっとエッジの効いたコンテンツをやって、そして、うん、まあ、メディアに取り上げてもらうとかって、うん、いや、これ後でちょっと、こう先いっぱい飲まして、その具体的にしようかなと思ってて、ちょっと今言える範囲内で、そこら辺の、そこら辺皆さん気にしてる。あ、ウェブ PR ですよね。はい、ウェブ PR っていうのは、もうメディアに乗るのが大前提じゃないですか。うんうんうん、っていう時に、メディアにコンテンツ提供できれば、メディア側はやっぱりこう、興味持ってくれるんですよ。っていう時に、こっちは認知をもらえるわけじゃないですか。そのメディア の,、はい、あの発信力っていうところに、はい、乗せてもらえるから、僕結構、あの、無料で記事書くんで載せてくださいみたいなのよくやるんですよ。で、これを執筆料とかにしちゃうと、結構なんかこう、社内決済がみたいな話になっちゃうんで、結構いろんな媒体に、あの、コンテンツ僕普通に1500文字ぐらい書くんで、あの、載せてください。ただ名前だけ出させてほしいですみたいな。っていうことをやっぱよくやってるんですけど、それで、まあ、あの、ウェブメディアって連載させてもらって、まあ、たまにバズったりすると、その1記事が普通に3万 PV とかいったりするんですよ、うん、だからすごいいいリーチ取れてるなみたいなこともあるので、そういうことはやってるっていうのと、あと SEO じゃなくて PR っていう観点で言うと、やっぱエッジが効いてて、あの、情報としては面白いもの、目新しいものっていうのはやっぱりこうバズりやすいというか、あの、メディアに載せてもらいやすいっていうのがあるので、まあ、とにかくネットショップ事業者さんって新規の認知を獲得が欲しいじゃないですか、うんうん、で、その認知獲得するのに今広告費がめちゃくちゃ高くなってるみたいな状態なんで、 WebPR って頑張った方がいい。でも SEO 分かんないやつ、でも SEO じゃなくても、あの、 PV 取れるところどっかあるだろうっていうので探したら、あの、ウェブメディアにただで原稿を提供して、その原稿が広まって、まあ、バズればほんとすっごい数万 PV とかいくんで、まあ、それで自分のお店の名前とか名称が載ってれば、あの、検索されるじゃないですか、っていう集客が普通にできるんで、なんかそういうやり方を考えてます、ね。
まあ、実はここで話が余談になるんですけども SEO ってまあ長期的施策じゃないですか、はい、今だったら1年以上かかるっていうんですけど、うん、実は SEO も短期でやる方法が唯一あって、まあ、唯一は SEO があってそれがバズらせることなんですよ、ね、だから例えば記事書いてバズると、うんまあ、いろんなところがリンク貼られるじゃないですか、あの当然 Twitter で、はいはい、あなるほど、そうするとそれが非リンクになるんですよ、それが受けると Google のクローラーがなんだって一斉に来るんですよ、Twitter なんで、だからまあ三浦さんもそこの術は身につけてるし、まあもうね、ご自身も相当有名だって言ったこともあるので、だからあとはその SEO を意識したコンテンツでバズらせるっていったところがあると、うん、一気にあの短期間で SEO をやるんですけど、まあここからはちょっと有料講座になると思うんですけれども、教えてほしい、この本に具体的にどうエッジをあのプレスリリースで持たせたってことは書いて、うん、ここで言っちゃダメですよ、あこの本にそんな高くないです、1600円税別なので、うん、ぜひねこの本買っていただければなと、いやあの僕自分で言うんですけど、はい、これマジでめっちゃいい本だなと思ってます、あの本当に月商100万円っていうのは、まあ、なかなか難しい数字ではありますけど、ちゃんとプロセスに載ってるんで、この本通りやってくれたら普通に100万円いくと思いますし、なんか世の中の情報商材とか読んでてまあまあ買ってるなって普通に思ってるんで、いやすごいいい本だと思う。いや本当これね、あの僕はあのもっとちょっと抽象的な言い方になってるかもしれないけど、この本読んでやっぱりそのなんて言うんだろう、姿勢、まあ、SEO とのブログメディアと EC っていう違いはあるけれども、うん、とことんやっていくっていうその姿勢ですねっていったところは僕はもうすごい学ばさせてもらったなっていったところで、この本はもう本当僕の視聴者はもうみんな買ってほしいですね、もう間違いないです。あ、そうもう終わろうとしたけど最後に重要な質問が忘れてた、はい、まあ、やっぱり、ね、視聴者さんも今、まあ、僕がね AI 使うな、チャット GPT 使うなってとは言ってても、ちょっとチャット GPT とか気になるじゃないですか、やっぱり、はいはい、で三浦さんは記事 SE を目的というよりもその来た人サイトに、うん、EC サイトに来た人に向けてのコンテンツってところで、コンテンツを設置してるんですけども、うん、そこ2種類、この本で昔書かれてるんですけど2種類設置してて、アカデミック型と体験型、あ、うん、でこのアカデミックな記事っていうのは、まあ、チャット GPT に書かせて、うん、あと最後自分で編集してっていったところで、そしてこの体験型っていうのはまあ、自分で音声録音っていうんですかね、やったもんですよ、書き起こしツールを使って省力化してやってるっていうんですよ。そこら辺のこともちょっと多分見てる人で、おお、そんな楽してできるのかって思う人もいると思うので、ちょっと、はい、今のそこら辺ちょっと語っていただきたいなと思うんですけど。ありがとうございます。情報発信するときって、お客さんの反応を見ると、それこそ言っていただいたアカデミック型と体験型なんですよ。で、もっと言うと、アカデミックっていうのは単なる知識っていうところで、体験型っていうのは人の体験が含まれてる情報。なので、こっちは熱量がいるんですけど、こっちの熱量でゼロでいいと思うんですよ。ってなった時にチャット GPT に書かせるのが一番簡単だなと思って、うんうんうん、でただその嘘というか間違ってる情報もあるじゃないですか。そこの事実確認だけちゃんと論文とか調べてやって、あ、これ正確だな、合ってるなと思ったらそれもコピペしてお客さんにそのまま送るみたいなっていうのをやってるのがアカデミック型。もうこれ本当時間5分とかで終わるんで、お客さんから例えばこの栄養素とかについて知りたいですって言われたら、チャット GPT で代わりにバーってやってあげて、でブログにして、でそのブログを渡してあげる、うん、だからもうフォーマットとかも全然変えず事実確認だけするみたいな。でアカデミック型は過去にもうストックしておけば同じ質問来た人にこれですって、ね、当然毎回生成してるわけじゃないですもんね。そうですそうです。なんかやっぱり僕めっちゃ細かいところで言うと、お客様に、まあ、この本にも書かせてもらってですけど LINE で接客してるんですよ、うん、だから会話の中でちょっと質問パッて出るじゃないですか、っていう時に iPhone って予測変換設定できるんですよ、はいはいはい、だから例えばこのじゃあ例えば痩せる5キロ痩せる方法し教えてくださいみたいなことをよく言われたりするので、じゃあ5キロだったらって言ったらタイピングで5キロって言ったらもう URL 出てくるようになってるんですよ。だから5キロって言ってその URL をお客さんに渡すみたいな、そのブログを深掘ってくださいねみたいなのをすごいやってるんで、おっしゃる通り自分で作った過去のアーカイブっていうのを引っ張ってきてお客さんにどんどん渡すっていうのをやってます、ね、文字起こしの方って、いや来る前に やってくればよかったんですけど、簡単なもんなんですか、こう喋って文字起こしさせてみたいな。ですね、これはねちょっとあれなんですけど、僕両方使ってて、具体的に言うと喋ってその喋った内容をノッタっていうアプリがあるんですよ、書き起こしするので、ノッタっていうのを使って、そうするとテキストがバーって出てくるんですね、はい、それをチャット GPT に貼り付けて予約してですね、予約してくださいって言って、でそうするとちょっと間違えちゃうんで、そっちはまあ手入れてバーってやるんですけど、まあ、それで話の流れ作ってブログできたらそれを入れる。そっちはどうですか、体験型
そうですね、自分が考えてることだったりとか。考えてることってことですよね。あの、ちょっと三浦さんに会ったらね、お話ししようかなと思って、僕が考える、やっぱ SEO の今、まあ、上位に行くべきコンテンツって、このアカデミック型とこの体験、これが一緒になったコンテンツこそが最強のコンテンツかなと思って、体験だけだとすごくいいんですけれども、ただ、体系的に知りたかったりとか、って言った人にはちょっと読みづらいなって言ってたところ、アカデミック型は確かに体系的になって分かりやすいんだけども、やっぱり、あの、その個人の熱量とか、なんていうんですよ、ちょっと信憑性とかですよ。だからこれがガッチャンコになってたら、最強の記事ができるな、じゃあどうやって作ろうかっていうのは今日この後飲みに行くんです。それ聞きたい、めっちゃ聞きたい。いやいや、それ一緒に考えようってとこです。あ、なるほど、なるほど。いや、でも僕普段そうです。あの、だから記事としてやっぱりその読みやすいラインを作ってるんだけど、そこに自分の体験を入れるっていったことをまあ重視してて、で、今あの EC もいろんな、例えば何か商品出しても パクられるっていうか真似されて似たような商品いっぱいあるじゃないですか。うん、で、SEO ブログも何か記事書くとみんな真似してくるんですよ。だからそういった中で、僕は SEO の方でどうやって独自性出していくっていうのは、やっぱり自分の体験とかいるんで、体験ってパクりづらいんですよ。だからまあその辺は需要かな。無理やり SEO の話にしちゃうんですけど、ね。いやいや、言ったところなんですけどもね。いや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 。まあちょっと用意してきた質問は、まあそれくらいで、実は今日初めて、あの、そうですね、初対面で。初対面で。もう1時間くらい前ですよね、今喋ってたんですけど。そうですね、もう今しがたの時間くらい。そうそうそう。はい、今日はあの、京都の駅の近くのレンタルルームで、まあちょっとこうやって、あの、撮ることになりましたんですけど、うん、そうですね、なんか言い残したこととかありますか？いや、僕逆にその SEO めっちゃ聞きたいことあって、この後、岩田さんの話もちょっと聞かせてもらおうかなと。持ってるんで、じゃあ続きはそっちでお願いします。そうですね。あ、じゃあ、あの、概要欄に、あの、そちらの URL を貼ってるので、じゃあ続きは三浦さんの、あの、チャンネルで、あの、僕の、あの、話を聞こうと思いますので、じゃあ、本日は、あの、どうもありがとうございました。ありがとうございました。では、あの、後編は三浦さんのチャンネルで、またね。またね。